はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。河合の US55K というのが入りました。これはですね、私が河合楽器の社員時代に、限定モデルとして発売されて、全国で数百台だけ作られたものなんですね。でこの K っていうのは河合浩一さんっていうですね、河合の創業者ですの方の名前を取って、記念モデルとして作ったんですね。何周年だってちょっと忘れましたけど、これはですね、本当限定品でちょっといい材料を使って作られたで、当時ね、社内で公表されましたけど、こういうねエンブレムがこう入っておりまして、これね、以前1台だけね見つけた時に大人気で、あっという間に売れてしまって、あれもないのっていう問い合わせがね数件入ってきた記憶があります。4、5年前かな、そんなことないか、3年ぐらい前かな、1台だけあったんですよね。めったに入ってこないんですけども、こういう足の飾りがあったりとかでね、実は昔の河合はそうなんですけど、グランドピアノだけなんです。こう K 河合って書いてあるのは今現在河合浩一っていう意味なんですね。でこれが入ってる、これがいいっていう方がいらっしゃって、例えば、今の河合のアップライトね、グランドは K 河合って書いてあるんですけど、こういうふうに河合って書いてあるだけでしょ、ね、ところがこの記念モデルは、まあ、河合浩一モデルということでね、K 河合って入ってる、まあ、これがいいんだという方がとってもたくさんいらっしゃいます。グランド型譜面台のですね、素敵なピアノですよね。もう本当超高級モデル、譜面台がすっごい大きいですから、連弾でもね楽譜2つ置けますしね、US55K 限定モデル、製造番号は1713272です、270ですね。こんな状態、あんまり状態ねそんなに減ってませんけど、これ確か長野県の松本市から買い取った、一般の方からね買い取ったピアノだったと思います。すごく綺麗です。大事にされてたようで、傷はもう全くと言ってことないですね。擦り傷もあんまりないぐらいですね。とっても綺麗ですね。状態的にはまあ極上品と言ってもいいかもしれませんね。中古の場合はね、やっぱり使ってた方のいろんな環境によってねありますけどね。音聞いてくださいね。いいですか。まさにグランドみたいな、河合のピアノらしい優しい音色、よく伸びます。めちゃくちゃ伸びます。音がドーンって低音、可愛いのは重低音がすごいですからね。鏡眼板が分厚いのでドカーンとこうね、もう本当にズシーンと、そういうした重低音がピアノに求めたい方はね、ヤマハのキラッとした音が好きな方はヤマハねがいいですけど、このふわーっと柔らかい優しい音色で、重低音がズシーンとくるピアノ、こういうピアノを求めている方はもう絶対可愛いですよ。 K 可愛いね、河合浩一の限定モデル、中古ではめったに見かけることはありません。ご希望の方は一刻も早く商談でとりあえず押さえてくださいね。それではさよなら。